多くの大学で合格発表がされる時期となりました。1年間、お疲れ様でした。努力が実った方は、おめでとうございます。しかし一方で、実力を発揮できず、満足のいかない結果となってしまった方も、いらっしゃることと思います。そこで考えるのが、浪人です。浪人とは、もう1年勉強をして、再び大学を受験することです。今回の動画は、浪人をするべきか、迷っている方に向けて、作成しました。結論から言えば、基本的に、浪人はするべきです。なぜそうなるのか、2018から1年間、浪人して、早稲田大学に合格した作者が、解説していきたいと思います。それでは、始めていきます。皆さんこんにちは。ゆっくりマリサです。レイムです。今日、解説するのは、なぜ浪人をするべきか、についてです。この問いに答えるため、次の4点の項目を解説します。浪人のメリット、デメリット、就職するべきか、共通テストは大丈夫か。以上の4点を解説した後、最後に、なぜ浪人するべきかお答えします。ではまず、浪人のメリットについてです。メリットは次の3点があります。まず、妥協せず高いレベルの大学に行くことができるようになることです。高いレベルの大学には、それだけレベルの高い人がいますから、そうした人々に影響を受けて、自分の人生をさらに良くすることができます。次に、自己管理能力が身につくことです。浪人中は勉強計画や出願など、様々なことを一人で考え、決定して責任を負う必要があります。それを乗り越えれば、大学に入学してからも、一生役に立つ自己管理能力を身につけることができます。最後に、人生を考える機会を得ることができることです。志望大学、学部などを、自分のやりたいことと見つめ直して、ゆっくり考えることができます。人生を見つめ直す大きな機会は、そう多くはないので、より良い人生を歩むためのチャンスです。次は逆に、浪人するデメリットです。浪人するデメリットは、3点あります。まず、浪人したからといって、必ず志望大学に合格できるとは、限らないことです。計画通り過ごせないと、残念な結果に終わってしまいます。自分の現状を把握して、計画を立てる力がある程度必要です。次に、金銭面の負担が大きくなることです。予備校を使わず拓浪するとしても、人の生活費や参考書代は、日々かさんでいきます。予備校に行く場合はさらに、何十万円もの費用が必要となります。自分でご両親と相談して、決断する力が必要です。最後に、精神的な重圧を感じる点です。もし出来が悪かったり、計画通り過ごせなかった日は特に、実力の不足を感じて、焦りや苛立ちが生まれます。身体にまで異常をきたすことも、しばしば見られます。ここで、では浪人せず高卒で就職をしてしまおうと考える人がいらっしゃるかもしれません。それは、よほどの理由がない限り、まず避けるべきです。なぜなら、将来稼げるはずのお金が、高卒の場合、3500万円から5000万円ほど、少なくなるからです。国の調査によると、生涯賃金の平均は、性別にもよりますが、大卒の場合は1億8500万ほどで、高卒の場合は1億5000万ほどです。高卒の方が社会に早く出られる。というのを考慮して計算しても、最低3500万円ほどの差が生まれます。さらに、高卒で就職したとしても、計画を立てたり、自己管理する能力は、必ず必要とされます。それならば浪人した方が、断然良いでしょう。しかし、2020年に関しては、来年から新たに始まる、共通テストがあるために、浪人を戸惑っている方も、いらっしゃるかもしれません。ですが、実際のところ、共通テストはセンター試験と、あまり変わりません。英語の配点、内容などは、確かに大きな変更点ですが、従来通り、基礎的な実力があれば、ほとんど問題ありません。ですので、共通テストは、あまり気に病む必要はありません。また、大学受験チャンネルで、共通テストとセンター試験の変更点を、詳しく解説した動画を公開しています。動画説明欄にリンクがあります。記述問題が全て不要になった点など、一部情報が過去のものになっていますので、変更点を全てまとめた最新版も、公開予定です。ぜひご利用ください。さて、以上を踏まえて、浪人をする理由をお答えします。理由は、1浪人のメリットで、ご紹介した3点に加え、さらに次の2点が挙げられます。大卒ならば生涯賃金が大きく増えること、共通テストに不安を感じる必要がない、という理由です。先ほどご紹介した通りです。特に、自己管理能力が身につく、かなり大事な理由です。大学は、基本的に自分で考えて、自己責任で授業を選択するように、なっているからです。この動画の作者も、多くの人が自分で勉強を管理できず、失敗する様子を見てきました。だから、大学に入ってから必須の力を、あらかじめ手に入れられるのは、大きなアドバンテージだと考えています。ですから、浪人するか迷ったら、基本的には浪人を選択しても良いのではないでしょうか。いかがでしたか？この動画が皆さんの助けになれば、とても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を全力で応援しています。このチャンネルでは、現役予備校講師監修のもと、過去問の解説や、入試の傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。